ちょっとバンバン行っちゃいますね、今日ね。申し訳ないです。こんにちは。大変すいません。私がね、今日、アンマーがいらっしゃるんですよ。いらっしゃってですね、東京流通センターの来てるんですね。ハグの聖者のアンマーなんですが、で、ホテル行って放送しようと思ったんですけど、私が大変失敗したことに、電源コードを忘れてしまったんですね。で、パソコンまではセットアップしてあるんですけど、電源コードがなくて、今、その残ってる電源でやっておりまして、あともうほとんど15分ぐらいしか放送できないんですね。大変申し訳ありません。ただ、ちょっと鑑定士は今ちょっと来ておりますので、3人紹介させていただいて、で、ちゃちゃちゃっとパッとにか、15分以内にパパパッと質問を書いて、皆さん書いていただいて、で、鑑定士がパパパッとやりますので、その15分間で申し訳ないんですが、よろしくお願いします。それではちょっと鑑定士の皆さん紹介していきたいと思います。で、私、一方通行になったんで、ちょっと今順番に顔出しますので、皆さんど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 ん。自分の顔が出たらちょっと、私の声が聞こえなくなっちゃうんで、ちょっと今、省電力モードにしましたんで、どんどん話していただければと思います。それではよろしくお願いいたします。鑑定士の皆さん、今日、大阪編でございます。はい、よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと初めてだから熊倉さんの方からいきますかね。あ、ちょっと待ってください。ちょっと切り替えないとね、音がいかないので、切り替えます。それではどうぞ。はい、ライフパスカウンセリングの熊倉と申します。普段はチャネリングあるいは直感活用法とかの講座をやってます。よろしくお願いします。今回、5月の31日だと6月21日に東京の渋谷徒歩10分のところで、ワークショップをします。で、ちょっとその宣伝も兼ねて、させていただきました。直感ダイアログという鑑定ワークショップですね、をさせていただきますので、またそちらの方も1000円です。よろしくお願いします。あんこちゃん、じゃあ、梶岡あんこです。今日も鑑定させていただきます。よろしくお願いします。私は5月の31日に、ハッピーフェスタっていうイベントに出店します。大阪の中崎町です。よろしくお願いします。純子です。今日はですね、数日お誕生日、月と日を言っていただきましたら、皆さんの今のですね、運気を見ていきたいと思います。よろしくお願いします。そうです。月と日だけでいいです。お誕生日の。純子です。
分ぐらいしかありませんが、今来ている質問をどんどん答えます。来ている方で時間途中で切れてしまったらごめんなさい。10分間ぐらいですが、来た順番にどんどん行きます。で、鑑定士の方でできた人がいたらどんどん言ってください。よろしくお願いいたします。あんこちゃん、すいません、ミュートしといてください、テレビは。すいません、時間ないんでパパパって言ってますけど。はい、お願いします、ジンコさん。28日生まれの方なんですが、ちょっとお名前まで見てませんが、今年はですね、お誕生日からですね、どんどん自由に外に羽ばたいてください。束縛とはもう無関係な人生を送ってほしいと思います。次にですね、9月1日生まれの方ですね、お誕生日から1年間なんですが、ご自分の努力ですね、努力するほど価値につながりますので、9月1日生まれの方は努力をしてください。そして3月2日生まれの方なんですが、この3月の2日からですね、純粋な自分の好きなことをですね、楽しむ、遊ぶ、情報を入れる、でインプットしたらアウトプットするように、子供のように人生を楽しんでほしいと思います。はい、すいません。はい。じゃあ、さゆさんですけれども、家族についてのメッセージっていうことなんですが、過去世では結構家族に対してちょっとうまくいってないっていうよりも、なんかきつく当たられてるように感じてたっていうか、個性がちょっと見えてくるんですけれども、今世は、どうなんか、普通の、感じのことでも少し、あなたが、家族がきつく当たられてるように、思い癖っていうか、そういうところがあるかもしれませんっていうことです。すいません。はい。さゆさん、よろしいでしょうか。お金に執着している自分がいますという、質問が来ているんですが、何かメッセージがありましたらお願いしますというのがいただいているんですけど、よろしいでしょうか。はい、さゆさん、ちょっと今感じるところは、非常にこう自分の中心が輝いていらして、外側が少しやはり現実のところが大変というか、ちょっとしんどいような感じが出てくるんですね。自分の中心は非常にこうしっかりしてらして、何が大事で何が 大切でないかということはちゃんと分かってらっしゃるような、そんな状態のようには思うんですね。ですから、お金に執着していると自分で思ってらっしゃるかもしれませんが、これは本人がこうその場その場で何が大事で何が大事じゃないかということをよく分かってらっしゃるので、自分で思ってらっしゃるよりは気にする必要はないかと思います。自分の判断を信じて、こうその場その場でやってくることに対してちゃんと対処していけば十分答えていけるものだと私の中では感じます。自分の中のその輝きを信じてみてください。ありがとうございます。はい、アミさんですけれども、好きな人がいますっていうことで、情が湧いて仕方がないということなんですけれども、前世でも知り合いだったのでしょうかっていうことですが、はい、あなたが今感じられていることはその通りですよっていうことですね。前世から今世会うっていうことで巡り合っているっていうことです。いいでしょうか。見えますか。見えてます。はい。はい。
ですね、次ね、あの七色さん、4月5日生まれの七色さんなんですが、あの自分のね、あの追求ですね、あの深いところまであの追求していってください。この1年間思う節が当たるところたくさんあると思いますので、深さを追求してくださいね。で次ですね、8月20ですか、ジュンリンさんですね。この方もですね、あのお誕生日からですね、あのどんどん人の輪ですね、あの自分の持ってる価値観やエネルギーを人と共有していってくださいね。次に3月4日生まれのですね、みよみさんかな、はもうお誕生日からですね、来年のお誕生日までどんどんあの外に自由に、あの海外旅行でもご自分の好きなところにですね、あの外へ出られてみてはどうでしょうか。で次に2月21日のマコリンさんは、本当お誕生日から来年のお誕生日まで、あの好きなように自分の好きなことをして、あの情報を、自分から情報発信されたらいかがでしょうか。セントさんですけれども、今の、あなたに、メッセージということなんですけれども、行動に移していってくださいということです。じっとこう、祈りを捧げていたり、いろいろ思うところはあるかもわからないんですけれども、そろそろもう行動に移していくときですよということですね。いいでしょうか。はい、6月のですね、19日生まれの方なんですが、この方もですね、お誕生日6月19日来られましたら、どんどんとですね、いろんなものに興味持たれて、自由に、すべてをチャレンジされたらいかがでしょうか。ごまさんですけれども、経済的に困窮が続いているということなんですけれども、お金を稼ぐことに苦労するっていうことですけど、あなた自身がお金に対して苦労するっていうふうに、トラウマになっているっていうところがあるっていうことですね。で、お金ではなくて、豊かになりたいっていうふうに思ってくださいっていうことです。お金を欲しいではなくて、豊かになりたいっていうことですね。そうして、豊かな気持ちで過ごすようにしていると、ちゃんといるものはちゃんと入ってきますよ。恐れなくていいですよっていう。次、コミカンさん、9月12日生まれのコミカンさんでしょうかね。はね、お誕生日からね、始まり、人生の節目になりますので、行動ですね、何かスタートさせてみてはいかがでしょうか。6月23日生まれの方なんですが、ですね、この方もお誕生日からですね、人生を振り返る時になります。人生を振り返られたらいかがでしょうかね。総まとめですね。引きこもりの次男。